こんにちは、いいものレーダーチャンネルのカズサンドです。ゆいサンドです。はい、今回はですね、ウェハウス、はいはい、シリーズで、はい、全くですね、内容がわからない、はい、ね、でもなんか新しくね、売り出されてどうもね、なんか人気があるっていうことで、ちょっと開けてみたいと思います。はい、今回はこちら、はい、5等分の花嫁ウェハウス、はい、はい、2種類こうパックありまして、はい、ね、全然内容ね、全く見たことないので、はいはい、分からないんですけども、ね、はい、うん、でもちょっとウィキペディアで少しだけ、もうほんの少しだけね、調べたら、5人のね、女の子が出てきて、はい、うん、兄弟、ね、姉妹だと、はい、うん、で、5つ子5つ子さん、で双子でもすごいのにね、はい、5つ子の女の子で、うん、中野さんね、中野ファミリーね、で、全部数字がついてて、ちょっとどれがね、あのちょっと名前わからないんですけども、一番上が1かね、一つの花とかで1か、うん、2人目が2のさんね、3人目がミクさん、うん、4人目が四つ葉さん、四つ葉さん、うん、で5人目が、5月って書いてね、いつきさん、うん、さつきさんかなと思ったね、いつきさんでした。はい、ということでね、で名前とここのね、あの顔が全く一致していないんですけども、開けてね、中ね、顔見ればわかるかなということで、はい、うん、で、いつもとね逆バージョンで、ね、知ってるね、アニメをこう、はい、パックを開けていくんじゃなくて、知らないやつを開けてから見ると、そういう逆パターンの楽しみ方でね、いきたいと思います。はい、はい、で、あんまり知らないんで今回はね、少量です、5パックだけ、うん、5パックだけ、ね、開封してみたいと思います。はい、ゆいサンドがこれ可愛いなと思ったのはどの子でした？この子、このヘッドフォンをしてる、うん、ちょっと名前とね、顔は一致しないんですけども、はい、まあ開けて、パック開けてね、このヘッドフォンの子が出てくれば、まあ当たりということで、で一応ね、全部で25種類あるんですけども、はい、スペシャルカードがですね3種類、うん、ビジュアルカードが5種類、ストーリーカードが12種類、そしてキャラクターカードが5種類っていうね、多分5種類はこの5人がね、あるんでしょうかちょっとわからないですけど、はい、では開けていきたいと思います。はい、はい、じゃあまず 1パック目ね、はい、いきたいと思います。さあ、どんなのが出てくるか楽しみです。楽しみだね、全然わかんないからね。よいしょ、はい、はい、これはじゃじゃん、お、はい、こういうカバー、はい、誰でしょう、お風呂入ってますね、はいこれは何カードになるのかな。ストーリーカードって書いてある。ストーリーカード。ストーリーカード。ストーリーカードはね、12種類あるうちの一つ、ストーリーカード。多分アニメのこのストーリーの一部なんでしょうね。うん、それが入ってるんだと思われます。はい。ちょっとね、内容がさっぱりね、わかる。あのシーンだなとかね、全く全然わからないんですけどもね。はい。それでは次。はい。じゃあ次はこっちのパックに行きましょうかね。はい。では行きましょう。はい。ではじゃじゃんじゃじゃん、お、誰でしょう、誰でしょう、わかんないですね、男ですね、はい、あ、もう一回ストーリーカードですね、男性、はい、はい、そこにないね、裏側にはないね、はい、ストーリーカード、はい、これ花嫁だから旦那さんになる人かな、はい、旦那さんかっこいいですか、はい、かっこいい、あ、かっこいい、旦那さんね、かっこいいになる人かな、お前さ、意外とドジだなって感じですねはい、こんな感じですね、ストーリーカードね、いっぱいですね、12種類あるからね、ストーリーカードが多いのかもしれない。はい、じゃあ次もう一回ね、こちら行きたいと思います。はい、はい、さあ、キャラクターカードでもね、出てほしいですけども、さあ、ストーリーカードしか出ないストーリーカード、はい、これ5人揃ってる、あ、5人揃ってる、ほら、カード、ストーリーカードね、ストーリーカード、ほら、5人揃ってる、あ、そうなる、あ、このパッケージのね、ここに出てるやつと同じカードが、はい、うん、出ました、
おお、いいね。はい。はい、ですので、はい、一応全員揃ったってことなんですよね。はい、ヘッドホンのね、女の子もここにいますので、はい、名前がわからない。はい。はい、ということでね、はい、はい、出ました。はい。いうことですね。はい。では、ストーリーカード以外ね。ストーリーカード以外。ストーリーカード以外、もう、3つ挙げて全部ね、ストーリーカードなんで、他のカード見たいよね。はい。はい、うん。ストーリーカードしか出ないんだもんね。はい。はい、よいしょ。レアとか出てほしい。はい。はい。さあ、これは何だ、はい、これは。キャラクターカードかな。はい。はい、あ、これじゃん。ほら、ヘッドホンしてる。あ、はい。はい。これ名前は分かりました。3人目ですね。中野ミク。中野ミク。ミクさん。はい。ミクさんです。この人の名前。出ました。当たり。はい。当たり。当たり。出ました。中野ミクさん。はい。では、これは、ユイサンドにね。そのカードを差し上げましょう。中野ミク、かわいいですか？はい、はい、ではラストパックいきたいと思います。はい、ラストパックはなんかスペシャルカードかなんかだとね、はい、いいですね。はい、ではラストパック、スペシャルコイン、スペシャルコイン、スペシャルコイン、ね、お、はい、ラストパックもストーリーカードでした。はい、こちら、これはどなたなんでしょうね。あなたが先生でよかった、あなたの生徒でよかった。この髪がね、短い子だね。髪の毛が、あ、短い子いますね。はい、ショートカットの子なんでしょうね。はい、名前がちょっとどれなのかわからないですけど、書いてないからね。はい、ということで、なんと今回、ね、5つ開けて4つがストーリーカードと、はい、いうことになりました。はい、まあ、ストーリーカードが一番多いんでね、はい、うん、そういう結果になるかもね、しょうがないんですけどね。まあ、一応ね、今回目的の、はい、中野ミクさんがね、出てくれましたので、はい、大成功と。ということで終わりたいと思います。はい、はい、それでは See you next movie!